アロコールは、ドイツ民主共和国の作曲家、指揮者、教師。1953年以降、多彩なリズムと宣伝されたメロディのポピュラー音楽で、当時の東ドイツの民衆から大きな人気を得た。ドイツ帝国アーヘン生まれ、音楽の道に進む前には、ケルン大学で文献学を学んでいた。その後、ライプツィヒ音楽院で、ロベルト・タイヒミューラー、ヘルマングラブナー、 マックス・ホッホコ・フラーに支持し、ゲルト・ナチンスキーの楽団でアコーディオンを演奏した。ついで、ピアニスト、編曲家に転じた。1953年に、自身のダンス楽団を組み、ラジオやレコードのためのスタジオで活動し、また様々なところへ招かれて演奏した。コールは、指揮者としても作曲家としても知られた。彼が作曲した楽曲の多くは、 自身の楽団によって録音されたが、時にはジャズの領域に踏み込むこともあり、1957年頃には、ギュンター・ヘリフィの楽曲、モダン・ハーラ・キン・イドをトランペット奏者、ハンス・ギュンター・ベルナーとソリストとして録音した。また、作詞家、ルッツやホダと組んで、多数の人気の高い楽曲を生み出した。アロコール楽団、1954年撮影。 1955年には、コールが作曲、ヨハンニス・クレッシュマーが作詞し、クルト・ヘンケルス式のライプツヒ放送ダンス楽団の演奏で、ブリギッテ・ラバルトとフィップス・フライシャーが歌った、ア・フィップス・ジュビスト・ビー・アイン・ア・ポールが発表された。自身の楽団のピアニストであった、ボルフ・ガング・ゲル・ハルトとの共作では、1956年に、 人気の高いインストゥルメンタル曲、プロモイデンリキシーが書かれた。ブリギッテ・ラバルトのためには、1958年に、ヨハンニス・クレッシュマーの作詞による、ナス・ヘルツ・アイナー・フラウが書かれた。同年には、ヘルムート・キーシュリングの歌詞に曲をつけた、イッヒ・ブラウカ・ソー・フィール・ザートリー・キートも、ラバルトに提供された。作詞家、ビリー・シューラーとは、1959年に、 トレナン・ダイ・ホールンを作曲して共作している。コールはもっぱらポピュラー音楽の作曲家として知られたが、ハイトラー・ウフタクト・序曲、数曲のコンサート・ワルツのシュパニション・シグナー・タンズ、ハバネラや、その他の傾向の作品も書いていた。さらに、舞台音楽や映画音楽も手がけていた。1968年から1975年にかけて、コールは、 フランツリストバイマル音楽大学のダンス音楽、ポピュラー音楽部門の代表者を務めた。また、彼の作品に対して、ライプツヒッシ当局などが様々な芸術賞を送った。1982年、コールは、妻である歌手、ブリギッテ・ラバルトと共に、当時の西ドイツへ亡命し、1984年に、故郷のアーケンで没した。ミュージカル、ダイベット・デ・ミスター。 フォックオーダーダイムジカリシェライゼウムダイエルデズバサーズランド、ウンとソカーインデアラフト、アウフデアルートデジュールズベルノから作詞は、ヘルムートベストユルゲンデゲンハルト1971年9月30日、ライプツヒ、キカ劇場にて初演。ありがとうございます。